皆さん、こんにちは。安藤博史です。本日もご覧くださいましてありがとうございます。国会が先週で、閉じまして、会期延長があるかなと思ったら、まあ、会期延長せずに土曜日まで使って審議をして閉会するというですね、なかなか力技だったなと思います。まあ、通常であればちょっと伸ばしてもいいかなと思っていたんだろうと思いますけれども、まあ、今岸田内閣の閣僚がですね、まあ、相変わらず結構攻められてまして、まあ、国会を開くというのは与党にとっては野党の見せ場を作るということになりますので、一日も早く閉じたいというのが本音なんですよね。なので、もう延長しないで閉じてしまおうということで、で、本来であればですね、野党がもっとこの会期延長するべきだということで抵抗するはずなんですけれども、まあ、これなんで野党があんまり抵抗しなかったかというと、統一教会の、旧統一教会の被害者救済法案という、まあ、人質みたいなものがあって、まあ、これ反対するんですかみたいなことを野党が突かれたら、これ野党の立場がないということですから、まあ、これをちゃんとやるから、会期中に10日で終わらせてくれと、まあ、そんなような条件があってですね、まあ、会期末土曜日だったですけれども、まあ、そこで最後参議院で仕上げて国会を閉会したと、まあ、そんな流れがあったように思いますね。そして国会が閉じたらすぐに上がってきたのが防衛増税の話です。まあ、岸田総理が珍しく決断をしたようで、何としても防衛増税についての財源、防衛費の増額についての財源は年内に安定財源の道筋をつけるみたいな強いことを言ってしまって、まあ、それで自民党の税調が結構慌ててですね、いやどうするということを今検討していて、まあ、一方で自民党の中の議員ではかなり、いや急にそんな増税って言ったらおかしいじゃないかっていう意見がかなり出てきてですね、先日行われた会議もかなり紛糾したと、まあ、そういうニュースが入ってきております。まあ、そして現職閣僚もですね、高市さんはこんな防衛増税なんておかしいという発言をしておりますし、また西村経産大臣もですね、同じように法人税の増税というのはいかがなものかと、まあ、そういう発言をしておられます。まあ、閣僚の中からそういう声が出てくるというのはかなり異例な話ですし、まあ、今日のニュースでは高市さんは罷免されても仕方がないという、まあ、そういう思いで言ったんだと、まあ、そういうことを言っておられますけれども、まあ、岸田さんはなんでこんなにここだけ早く決めようとしているのかっていうのは、まあ、ちょっとよくわからないですね。まあ、財務省の振り付け通りに動いているというふうに思いますし、まあ、一部ではまあ、岸田内閣はもうあまり先がないから今のうちに増税の振り付けだけさせておこうと財務省が考えていると、まあ、そういう意地悪な見方をする人もいるわけですけれども、まあ、これから決着がこの週末に14日15日に向けて、いろいろと話が出てくると思いますけれども、まあ、仮にこれで増税というものが通らないで、自民党の中の会議がまとまってしまったとしたら、岸田総理のメンツ丸つぶれということになりますんで、まあ、おそらくもう自民党の中では増税のことで何かしら決着をつけるだろうと思います。まあ、それも法人税が中心でですね、まあ、所得税の復興所得税を流用するっていうのも、これもとんでもない話ですけれども、まあ、これも何らかの理由をつけて、まあ、復興期間が終わったらその財源を今度は防衛費に回すみたいなですね、まあ、そういうようなレトリックを使って、この復興増税をそのまま継続させると、まあ、そういう案は大いにやってくる可能性があると思います。まあ、いずれにしろ、岸田総理が普通だったら検討で終わらせる。で、これ別に今すぐ決める必要は本当になくって、まあ、来年以降で1年ぐらいかけて議論していけばいい話ですから、
まあ、なんでここだけ決断をしたのかっていうのは本当に不思議ですね。他にもっともっと決断をするべき内容っていうのはあったはずですけれども、そういうことは全部検討しということで、検討するということで留めているのに、この防衛増税だけはやると決断をするっていうのは、まあ、これはちょっと物事の優先順位をきちんと判断できない状況になってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そして、まあ、萩生田政調会長もですね、この防衛増税については慎重にというか、まあ、萩生田さんは非常にですね、配慮した、いろんなところで配慮した発言をしておられまして、当面は国債でもいいけれども、その後は安定財源で、きちんとした財源でというような言い回しをしておられますので、積極財政派にも配慮をするし、いわゆる財政再建派にも配慮をするという、まあ、バランスの取れた政治家らしい発言をしておられます。まあ、最近は国債償還費もこの防衛財源に使ってはいいんではないかと、まあ、そこまでかなり踏み込んだ発言もしておられますけれども、でもそれも、まあ、今のところは一時的にというような言葉をつけてですね、財政再建派を刺激しないようにという、まあ、そういう細かい配慮をしながら発言をしているというのが、まあ、萩生田さんの特徴かなというふうに思います。まあ、いずれにしろ、今、増税をするという選択肢はありえないわけで、当面でもいいから、今は国債で、防衛費の増額分は賄うんだと、まあ、そういう結論にですね、何かしらの形で持っていって、でもかなりこれ年限も限られてきますよね。来年は増税しないけれども、再来年からはやるんだ、みたいなことが、まあ、だんだん漏れ伝わってきているので、まあ、再来年からはやるということで決着をするのかな、というふうな気もいたします。まあ、あとは、自民党の中の、この積極財政派がですね、どれぐらい頑張れるか、ということだと思いますが、まあ、どうも聞くところによると、政調全体会議は1回しか開かれないで、もう終わりということのようです。まあ、あとは税制調査会が開かれるということになるんでしょうけれども、まあ、おそらくですね、インボイスの話もそうですけれども、まあ、いろいろと意見は出るけれども、最後は会長一任ということで、決着するんではないかなというように思います。そして、結局この財源の話というのは、国債を使ってもいいのだというふうに、国民の世論もある程度そっちに納得するようにしていかないと、なかなかこの安定財源を増税で賄うという意見を消すことができないと思うんですね。なので、まだまだ、これはそこまで理解がいくのには時間がかかると思いますし、この増税、する必要がないということを言っても、とんでもないというふうに言われてしまうという場面もまだまだありますから、まあ、そこをですね、この積極財政を訴えている人が、どのぐらい説得力を持って繰り返し、そのお金は増税でないと賄えないと思っている人を繰り返し説得できるかというところにかかってきているというふうに思います。まあ、いずれにしろ、これから週末にかけての自民党の中の議論を見守っていきたいと思いますし、私もいろいろと発言をしていきたいと思います。はい。ということで、本日もご覧くださいましてありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします。ありがとうございます。